さばきはいがすごく良くて、後ろと前とやっぱり形もいいんで、後ろと前がちょっとつながってる感じが、あだから本当力ついてきたら、はい、体使っていい走りするんだろうなっていうのが想像今できますね。走り見てても水っぽさが抜けても友 の, あの丸みは全く落ちないのを見るとずっと見てられますね。リズムがすごくいいんで、一歩一歩大きいですし、前と後ろがちゃんと連携して動いてるっていう感じはしますね。入球した時より骨格が見えやすくなって、はい、よりやっぱり肩の角度が、はい、お父さんはちょっと立ち気味だけど、この子はちょっと角度があって、はい、距離持ちそうだなって思うんですよね。前勝ちしてる馬も結構毛利数多いんで、その点はこの子はもう本当バランスが均整が取れて、来年の春先が楽しみですね。楽しみですね。どういう風に成長していってくれるのか。進めていく上でこんだけこう環境変化が大丈夫でおとなしいと本当に一つの武器ですよね。そうですね、本当今の現代競馬に必要な大事なことですね、はい、新しい場所に行っても他の1歳たちも誘導できるぐらいいや本当にあの高岡さんものすごい手をかけてくれてたんで、そういうところに関しては、まあ、ここね田田さんにさせてもらったらその初日から普通に歩けてるのを見ても思いましたし、そうですね、はいはい、まあ、現代競馬はそういうその環境輸送競馬だったり、なるほど、そういうの強くないとついていけないので、調教動いて競馬行ってダメっていう子がたくさんいるので、いますよね、本当にこの子はそういう面では今一番のセールスポイントですね、うん。